皆さんこんにちは、こんばんは。猪熊ツーリストの猪熊のおっちゃんです。このチャンネルでは沖縄や台湾の観光地や旧跡、交通機関、宿泊施設、お食事処などの旅行情報を紹介しています。もしこの動画をご視聴いただき、面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。意外なことに沖縄の物価は本土とあまり変わりません。令和5年2023年6月30日発表の総務省の小売物価統計調査構造編2022年結果に関する報道資料によると、沖縄県は平均を100とすると 99.0 ポイントで、平均よりは若干低いものの23位とほぼ真ん中。特に重大品目別の食料に関しては、平均を100とすると沖縄県が 105.3 ポイントで日本一高くなっています。食料の場合、野菜など県産のものは安いのですが、県外から運ばれてくるものの場合、輸送費がかかることや、県産の場合でも台風などの影響で高くなることがあるからではないでしょうか。しかしそんな中で、猪熊のおっちゃんが安いと感じることが多いのがお弁当です。この激安弁当の世界シリーズでは、食料が日本一高い沖縄で買うことのできる激安のお弁当を紹介します。第2回として紹介するのは、那覇市港町にある元祖焼き鳥弁当です。港湾部にあることから、港で働く皆さんやダイビングなどマリンスポーツを楽しむ皆さんに愛されている、安くてうまいお弁当を提供するお店です。さて、どんな激安弁当を発見できたのか、お楽しみに。それじゃあ行ってみましょう。